ノース男爵は、イギリスの男爵、イングランド貴族爵位。弁護士、エドワード・ノースが1554年に、貴族院より、議会招集されたことを発端とするが、1941年以降は、停止状態にある。関連性の高いロールストーンのグレー男爵についても、触れる。初代男爵、エドワード・ノース初代男爵の住んだ邸宅カートリング、タワー。 エリザベス一世が滞在したこともある。弁護士、エドワード・ノースは、貴族院議会事務総長や、増収裁判所書機関を務めた後、1554年に、ケンブリッジ州、カートリングタワーのノース男爵として、貴族院から、議会招集を受けた。彼の後は、息子のロジャーが爵位を襲った。二代男爵ロジャーは、中仏英国大使や、 王室会計長官を務めた提身であったが、息子ジョンに先立たれれていたため、爵位は、孫のダドリー、同盟の長男、ダドリーの順で継承されている。四代男爵ダドリーは、就職前に、庶民院、短期議会及び、長期議会議員を務めている。また、彼の次男は1683年に、ギルフォード男爵に助せられたたため、ノース男爵家の文献が誕生した。 その子チャールズは、父の存命中の1673年に、貴族院より、スタッフォード州ロールストーンのグレー男爵として、議会招集を受けている。1677年以降は、ノース男爵位も継承して、彼が亡くなるとその子ウィリアムが爵位を相続した。6代男爵ウィリアムは、アン女王の宝御の後、ジャコバイトとして活動した。 アタベリー陰謀事件の嫌疑から辛くも逃れると、大陸に移住1722年にジャコバイト舎威たるノース伯爵に除されている。彼には子がいなかったため、グレー男爵くらいとノース伯爵位は廃絶した。他方、ノース男爵威は分家筋の第三代ギルフォード男爵フランシス・ノースが継承した。 伯爵家時代の邸宅ロクストン・アウィー・フランシス・ノースは1734年にノース男爵を継承して7大男爵となった。彼はジョージ王子の家庭教師を務めたがすべての宮廷職から退いた翌年の1752年にギルフォード伯爵に少女した。これ以降、ノース男爵は伯爵家の従属爵位と儀礼称号を兼ねることとなった。 その息子である二大伯フレデリックは首相を務めた政治家でフォークランド危機を主導した後アメリカ独立戦争に参戦している。1790年にゲイアした後1792年に亡くなるとその息子ジョージが爵位を承継した。三大伯ジョージが男子なく没すると男子の継承しか認めないギルフォード伯爵位は弟フランシスに継承された。一方で 女系継承を許すノース男爵位は彼の三人の娘の間で優劣がつかず停止した。1837年に貴族院によって最長名であった娘がこれを承継する旨を決議した。1841年に三姉妹のうちスーザンのみ存命となると1837年裁定に従ってスーザンに帰属する形で確定、停止解除となった。 軽巡洋艦ネプチューン。13代男爵は本艦と運命を共にした。十大代女、男爵スーザンは継承確定前の1838年にドイル星よりノースに加盟を変更している。彼女の後はその直系男子によって爵位は継承された。しかし、彼女のひ孫にあたる13代男爵女には、 第二次世界大戦に従軍した際にわずか24歳の若さで戦死してしまう。彼には子がなかったため、爵位は彼の二人の妹ドロシーとスーザンとの間で優劣がつかず、二度目の停止に陥ったまま現在に至っている。ありがとうございます。